記念の集いにたくさんの皆さんご参加いただきましてありがとうございます。コロナ感染拡大まだまだ続き不安な毎日であります。そうした中こうして皆さんとご一緒にお会いできること本当に嬉しく思います。被災者を代表しまして一言ご挨拶申し上げます。本日のこの集いにはご来賓として日本婦人団体連合会会長の柴田雅子様にもおいでいただいております。また日頃より私たち婦人民主クラブの活動やにご協力ご支援いただいている関係方々にもおいでいただいております。そして何よりも会員読者の皆様も今日この日にお集まりいただきましてありがとうございます。今日のこんなに暖かい春の日の中、世界では今ウクライナにロシアが侵略の攻撃をかけ、日々子どもたちや母親そして若い青年たちは戦場ということで戦闘になっております。こうした事態に対して私たちは心から深く胸に収め思っております。22日から始まったこの戦闘、私たち婦人民主クラブはプーチン大統領宛てに抗議の抗議文をロシア大使館に送りました。直ちに撤退し平和なウクライナを取り戻す、そういう意味を込めてお送りいたしました。私たちも世界の人々と共に一日も早く平和になるよう心から願っていたっております。こうしたウクライナの侵略攻撃の危機に乗じて今日本の中では核を持つべきだ、また防衛力を強化すべきだと言い募り、また憲法9条改悪を声高に叫ぶ会見論議も今強まっています。ウクライナでは子どもや母親が殺され町が焼かれている、そんな事態の時に戦争はやめよ、他国を侵略するなと声を上げ連帯することは一番大切なことではないでしょうか。夫婦の歴史が築いてきた国連憲章、また数々の国際法にさらに昨年核兵器禁止条約も発効しました。こうした力をにして平和への解決を求めていきたいと思います。そして何よりも被爆国日本として憲法9条を掲げその役割を果たすよう岸田政権に強く求めていきたいと思っております。さて1946年3月16日に婦人民主クラブは誕生いたしました。戦争の傷もまだ癒えない中、それまでの重くのしかかっていた軍国主義から解放され、そして懸命に生きようとしている女性たちの思いを束ねて結成されました。その設立発起人の一人宮本由紀子がこの婦人民主クラブの注意書を起草いたしました。今日お手元の資料の中にもそれが入っておりますので後ほどご覧いただきたいと思います。その宮本由紀子のことについて今日76周年記念の集いでは澤田亜希子さんからお話をしていただくことにいたしました。記念講演として今日を照らす宮本由紀子、平和を熱望する言葉としてお話をしていただきます。また
澤田明子さんは文芸評論家としてゆり子研究の第一人者として不眠の会員でもあります。これまでの歴史の中でおびとびゆり子を語る、また不眠講座、文学散歩などにもご協力いただいて大きな役割を担っていただいております。本日はお忙しい中お引き受けいただきまして感謝しております。また文化行事は森川拓也さんと千光秀樹さんによるバイオリンデュオをお届けいたします。最後になりますけれども、実は今日お手元にお届けした不眠新聞1700号になりました。私たち1970年の6月第24回富士民主クラブの全国大会で過激派などにより暴力的に排除されたされました。その日のうちに会員や支部の皆さんが集まり、その監視として不眠新聞を発行いたしました。1970年10月のことでした。1700号を迎え、さらにこれからも皆さんと共により良い新聞、そして力になる新聞を目指していきたいと思っております。世界を見ると様々なことがありますけれども、今日を機会にまた明日への希望の足を踏み出していきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。